美しいビーチやマリーナの証として世界的に知られる国際環境認証ブルーフラッグ。町では地域の誇りである美しい海を次の世代に引き継ごうと、このブルーフラッグの日本初の取得を目指し、さまざまな活動に取り組んでいます。11日にはビーチラグビーの中部大会が開かれた若狭和田海水浴場で、町の担当職員がブルーフラッグの取得を目指した取り組みを呼びかける街頭活動を行いました。ブルーフラッグは国際 NGO、NPO 団体のフィーが国際的に優れているビーチやマリーナを認証する制度で、現在世界50カ国およそ4000カ所で取得されています。高浜町では町内の海水浴場が毎年県の水質調査で最高評価を得ていることなどから、地域の誇りである美しい海を次の世代に引き継ごうと、国内第1号のブルーフラッグの取得を目指しています。またこの日は国内運営組織フィージャパンの理事2人が視察に訪れ、町や観光協会の職員らに案内を受けながら海水浴場の施設状況などを見て回りました。ブルーフラッグの認証取得には水質や環境管理、それに安全対策など30項目以上の厳しい審査基準を満たす必要があります。理事らは浜の安全管理に取り組むスタッフや地元住民らとも活発に会話を交わし、認証取得に向けた高浜町の全体の熱意を感じ取っていました。とてもですね、ビーチ自体も綺麗ですし、白い砂浜と遠浅の海ですごい魅力的なビーチなんだなっていうのを感じました。他の、市町村と比べても、ここまで、町全体で取り組みを行っているところはないので、今後はですね、さらに町全体でもっと盛り上げていってですね、この取り組みを進めていった、いただけるといいのかなと思います。高浜町ではこの日の視察で得た改善点などを踏まえ、今年11月頃までに申請書を作成し、来年春に開催されるフィーの国際総会でのブルーフラッグの認証取得を目指します。